こんにちは、丸山でございます。ちょっと夜中なので、ちょっと声は抑えめなんですけども申し訳ありません。ザ・ボーイズシーズン3ですね、見ていこうと思います。ちょっと今回はね、趣向を変えまして、リアクション動画というか、僕が見てる、リアクションですねを主体に構成してみようかなと思ってます。 iPhone でメモを取りながらね、でパソコンちょっと調子悪いんで iPad で見ていこうかなと思います。じゃあ1話目ですね、行きましょう。はい、始まりました。あ、今までのザ・ボーイズからね頭飛びすぎじゃないボートとは正しい方法で戦う。あー、はいはいはい、飛行機のね、ありましたね。子供ね、ホームランダーの子でしたね。あー、そっか、ベッカ死んじゃったか、割と忘れてますね。シャーリーズセロン、シャーリーズセロン出てくんのすげえな。ああ、やっぱ映画なんだね。うん、そっか、前のシーズン映画の撮影してましたもんね。うん、スターライト、え、あれもう公表してたっけ後ろのポスターがアベンジャーズ風ですねなんだナディア、なんだブラックノワール、インタビューって言っても喋んないですよね。画面分割ドキュメンタリー映画みたいですね。すごいハンディ。おお、ブッチャブッチャ突然来た。フレンチ来た。フレンチどうでもいいですけど、あのベルギー代表のエデン・アザールにちょっと似てますよね。なんだなんだこれひでえな、相変わらず。なんだ今の歌のイメージですか。イメージの絵ですかね。歌いたいけどいきなりモザイクきたモザイク、なんだこのアントマンみたいな。はい、薬をやっちゃっていますと、え、そういうことインサイドミーってそういうことえ、怖っ、あ、先っぽから入っちゃったよ、うわー痛そう、あー、そうだよね、そうだよね、アホやん。力はちっちゃくなっても力はそのままなの。下品やばくない。おぶっちゃオーバードーズで死んじゃうよこんな。ザ・ボーイズ、もういきなりやりすぎですね、描写ね。アプタンガール、アプタンガール、あ、そうだ、サイモン・ペック親父だった、そうだそうだ、登録者管理局に勤めたのか。ああ、全部あのナチのあの人ですね、あの人に全部罪着せて今は特に問題ない状態ってことですか。あ、さっきも言ったな、この青年、息子だ、息子はなんだ、結構隔離されてんのかな、隔離というか保護というか。息子トラウマになっちゃってホームランダーの夢を見ると。あ、大佐か、はい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 、大佐だった、あ、いたね、はいはい。うわ、久々だよこの魚のやつ、あ、ディープねホームランダー怖、ホームランダーの底知れない闇怖いっすね。マービンめちゃめちゃ神経質に食器置いてますね。あ、マービン抜けたのか、そっかそっか、はいはい。コンパウンド V だっけ、それの改良版 V24。 うーん、お試し版超能力、社長ね、あのなんだっけ、ブレイキングバットの人ですね。社長から能力者管理局の所長につながるカット、すげえ意味ありげですね。ぶっちゃんも前に進めと言われると、でマービンも前に進めと言われてますね。すごい、ブッチャーの感情の高ぶりに合わせてお湯が沸く音と、スターライトがリーダー、ホームランダーのアイデンティティがもうどんどんなくなってっちゃいますね。ああ、これスターライトどうなんでしょうね、魅力的ではあるよね、リーダーになるのがスーパーソニックおもろ、なんかよくあるオーディション番組のパロディだね。すごい、ヒューイの嫉妬、すごい、まあ、ヒューイにリーダーの話をすると、
怖い、ホームランダーの笑顔、ホームランダーのライティングコーン煽り気味ですね。いや怖怖怖、でもクソ野郎って思われて当然だし、口にするかしないかだけの問題でしかなくなってくるな。もはやもメイブー誰に連絡したんだろう。あ、ストームフロントまだ生きてんの賢者タイムで急に冷たい。あ、メイブとブッチャーがこう普通に会うんですね。ソルジャーボーイ DCL レッド V24、 これでブッチャー能力が出るってことかな。早速 V を投与しますと。あ、捨てんのか。うん、ホームランだ。なんだ、すごい奇妙な関係ですね。共闘すんの。何、ミシンな階段でしたね。 MM 抜けたけどまだ追ってるんですね。所長追ってる兄ちゃん、なんだレッドリバーって。なに、え、2人とも能力持ってんのマジ。おー、なに、おー、弾けた弾けたやがー、すごいトニー。おー、びっくりした。血の雨、コッパみじんになると思わなかったらびっくりしちゃったここでアップタウンガール、アップタウンガール、おー、終わりました。いきなりぐちゃぐちゃな、もういきなり2体の、体がですねぶっ飛びましたね。1話で、1話目はいろいろなんかレッドリバーとかソルジャーボーイとかね、なんだろう、用語というか人物というかね、そういうものを一応散りばめたって感じですかね。こっから謎を解いていくっていうところですかね。で、あと V24 ですね、あれがどう今後使われるのかというところですかね。いやー、面白いですね、相変わらずね。とりあえず今日はね1話で終わろうかなと思います。はい。